石垣島といえば離島ツアーだけではないんです。この動画では石垣島だけでも 120% 満喫できる方法を紹介していきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。皆さんこんにちは、タナチャンネルです。成田空港から約3時間半、日本を代表するリゾート地石垣島を見ていきましょう。ご覧の通り本州より台湾が近いのが石垣島です。石垣島には多くの離島があります。石垣島、西表島、竹戸島、黒島、波照間島。石垣島を旅行するときは離島を巡るか本島を巡るかになります。この動画では本島巡りを紹介いたします。まずおすすめのホテルがこちらの草木リゾートです。なぜおすすめなのか、それは2020年夏にリニューアルが終わったばかりだからです。つまりホテルが綺麗なんですね。ホテルは石垣空港から車で26分程度の場所にあります。早速お部屋を見ていきましょう。こちらが洗面台。バスルームはこんな感じ。ベッドルームはこちらです。窓からは海が見えます。こちらがトイレです。洗濯もできるので長期滞在の時も大丈夫です。こちらはホテル敷地内の海です。泳げるスペースもあります。こちらに見えているのはバーベキュー会場です。美味しい石垣牛をいただきました。夜はファイヤーショーをやっていることもあります。こちらは敷地内のプールです。
ットプールもおしゃれですよね。こちらにはスターバーというおしゃれなバーもあります。小腹が空いた時に食べるこのホットドッグはとても格別でした。サキビーチのシンボルともいえるエンジェルピア、ホテルから歩いていける場所にあります。ウェルネスセンターの近くにはエイサーを踊っている像みたいなのがあります。私は記念撮影をしたりしていました。大浴場もこちらにあります。前にはガジュマルが待っています。こちらはロビーの前になっています。朝ごはんは2つのビュッフェ会場から選べます。1つ目はこちらの琉球新天地、アジアンテイストな料理が多かったです。こちらは朝食にとれるもう一つのレストラン、石垣ゴールドキッチンです。洋食も和食も幅広く揃っていました。こちら夕食でも利用することができまして、夕食のビュッフェもいただきました。こちらもとても美味しかったです。また食べたいですね。すごく美味しかったです。ホテル紹介は以上です。島巡り編については別の動画で紹介しています。この先ビーチはとにかく最高でした。海外に行きづらい今だからこそ、この石垣島は本当におすすめです。それでは島巡り編でまたお会いしましょう。このチャンネルでは旅行 Vlog であったりホテル宿泊機おすすめグルメを紹介しています。気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは